アロハー YouTube G クラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、今日はちょっと G クラスの社内に、から、お話ししようと思うんですけれども、まあ、G クラスちょっと今日はどっちかっていうと、G クラス初めて乗られる方とかちょっとそっちの方に向けて、お話ししていこうと思うんですけど、G クラス、まあ、例えば洗車機入れるときとか、まあ、なんか駐車場と止めるときとかにドアミラーを畳む、まあ、今だと鍵買うと自動でドアミラー畳んだりとかそういうする車多いんですけれども、じゃあ G クラス、ドアミラー、どうやって畳むんだっていうふうに思われてた方もいるかなと思うんですけど、ズバリまず言うと、G クラス、平成、24年まで、ドアミラーの電角機能っていうのはついておりません。はい、で、まあ、もちろん現行だとか新型の G クラスとか、まあ、その平成24年以降のG クラスっていうのは、ドアミラーの格納機能ついてるんですけれども、まあ、それ以前の G クラスですねはついてないので、まあ、通常ですね、ちょっとこれ運転席の今内張りなんですけれども、まあ、ここねパワーウィンドウスイッチありますで、まあシートの位置ですね、あれドアミラーないじゃん。で、一応ドアミラーのこの中の角度の調整は電動で行います。このヘッドライトスイッチのちょうど上側にあるんですけれども、まあ左右のドアミラーのあれですねと上下左右で、普通もう一個ボタンがあって、それを押すとウィーンと自動で畳むんですけど、まあ、G クラスそれがないとなくて普通なんです。このちょうどこの車ですね、平成16年の G500 になるんですけれども、電動格納はついておりません。じゃあどうやって畳むのかっていうのをですね、ちょっとお話ししていこうと思うんですけど、ズバリ手動です。はい、ここはもう G クラスこんだけの1000万超える高級車でも、この年式は手動です。はい、で手動でやるときにちょっと気をつけてもらいたいのが、あんまり勢いよくですねこうバーンってやったりするとこの中の軸とかが割れちゃうことがあるんで、勢いよくやればいいというそういう問題ではなくてですね、できればまあ両手でまず持ってください。でちょっと体重をグッと乗せるとですね、ちょっと動くんで、まあ、あとはこれ、あれですね、こう自動で、ここからは簡単です。自動じゃないですね、手動なんで、こう、一回グッとなると、まあ、あとはスムーズに動くんで、はい、こんな感じで畳みます。で、戻すときも、勢いよくバーンって戻すんじゃなくて、こう、できればそーっとですね、最後パカンってなるんで、その時にちょっと支えといてあげるといいと思うんで、まあドアミラー畳む時はですね両手でやってあげてください。はい、ということですね、これちょうど私もですね初めて G クラス仕入れた時っていうのはどこに電動格納があるのかと、もうスイッチをひたすら探して取説もずっと見てないじゃないかというなかったんです、はい、ということで今日はちょっと G クラス初めて乗られる方にちょっと向けてですねちょっとお話しさせていただきました。はい、ということで今日は、ここまでです。それではマハロー。